はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回はですね、金魚割という、カクテルというか、まあ、焼酎のね、いわゆるキュウリ割みたいな、なんかそのカクテル的なのがあるんですよ。で、こちら、大葉と唐辛子を、焼酎に漬けたやつなんですけれど、まあ、これでね、炭酸で割ると、金魚割というのができるらしい。ので、ちょっとやってみました。はい。まあ、唐辛子は、あれですね。なんだっけ。鷹の爪。鷹の爪です。唐辛子は鷹の爪。よし。まあ、こちらをですね、ちょっと、全部これを出します。一旦ちょっと全部出しましょう。結構種とかが唐辛子の中に入ってたんで。まあ、漬けたんで割とちょっと辛くなってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、以前紹介したキュウリを、みじん切りとかにして、で、この中に入れて、で、焼酎と、飲むみたいな、キュウリ割りを紹介しましたけど。まあ、変わり種の、まあ、カクテルみたいな感じですね。変わり種カクテル。あれ？炭酸水。いつも炭酸水を用意します。で、氷の中に、これ、大葉と、唐辛子を入れて、で、あと、焼酎を、ちょこっと、と。まあ、金魚割りの、名の由来はね、緑と赤の、まあ、この唐辛子と大葉のね、まあ、コントラストというか、そういったものから生まれてるらしいですね。まあ、本当に金魚のような。まあ、夏に、まあ、見た目で楽しい。ね。見た目で楽しい、焼酎。これ辛っ！うわっ！なんでこれカレー！カンピー！うわっ！うはっ！辛っこれさすが。さすがに。うわっ！マジでこんなに辛い？結構辛い。うわ、なんぞこれ鼻に来る。すげえ鼻に来る。さすが。鷹の爪だ。乾燥した鷹の爪入れたんですよ。乾燥の鷹の爪輪切りにして入れたんですけど、半分に切って。うわ、すっげえ咳が出る。これはひどい。わあ、なんじゃこりゃ。すげえ鼻にくる。うわ。これはちょっとあれだな。エキスが出すぎてるぞ。これはやばい。大葉。うん。シソっぽいですね。これあれだな。うわ。
こんなに辛いと思わなかった。これ結構薄めて飲まないときつい。あー、辛い。うわ、結構辛い。もうここを口につけてる状態でもう、すでになんか、鼻に、この、蒸気みたいなのが上がってきて、ピリピリするんですよ。うわ、辛っ。結構あれだな。あ、結構辛くなるもんだね。これちょっとマジ薄めて飲まないといけない、これは。思った以上に辛い。思った以上に辛いわ。これは。味は、なんか、味っていうか、ただ唐辛子の辛みがあるし、ハイボールみたいな感じだよね。金魚割り。これあれなんじゃねえ。何うまくねえ。あ、これロックで飲むみたいですね。へえ。炭酸で割って飲むんじゃなくて、これロックで飲むらしいと。あ、くしゃみが出る。うわ。でもこれはちょっと飲めねえわ。思った以上にきつい。大葉唐辛子割り、過去金魚。カッパ割り。うん。うわぁ、これは思った以上に辛いわ。でもこれロックにするってなると、もっと余計に辛いと思うんだけど。余計に多分辛いぞ、これ。ちょっとやってみるか。鼻が。ああ。もう結構ね、色が出てるんですよ。思った以上に辛いわ。さすが。鷹の爪だけあるね。さすがに。鷹の爪の、乾燥したやつ。だから乾燥してるから大したことねえだろ、みたいな感じだったんですよ。完璧。ん？ああ。別にうまくねえな。辛いのと、あと大葉の香りがするんですけど、まあ、シソっぽい香り。だから、シソ焼酎みたいな感じの、辛いシソ焼酎みたいな感じだな。きゅうり割りの方がうまいっすね。カッパ割りの方が美味しい、これは。ああ、明らかに。で、しかも辛い。ちょっと辛すぎる。ロックだと辛すぎる。ちょっと。うわ、これはすごい。思った以上に辛い。あー、舌がヒリヒリする。コク。でも、焼酎につけると、これ一晩ぐらいしか寝かせてないんだけど、
結構辛さ出るもんだな。甘みはないですね。香りはまあ普通ぐらい。これ美味しくないですね。ああ単純に美味しくないです。単純に美味しくない。3132です。ご視聴ありがとうございました。